はい、どうも大島兄弟です。よろしくお願いします。今日の企画は妹のノーミラーメイク、イエーイ。たくさんの YouTuber さんがやっておられる鏡を見ずにメイクするっていうノーミラーメイクに妹が初めて挑戦するということで、その模様をね動画にしていきたいと思います。自分の顔を見れない中で化粧をするということになりますが、お気持ちは？お気持ち、はい、ちょっと不安。どのあたりが具体的に不安ですか？眉毛が一番怖いよな。うん、怖い。もしかしたら10年後には鏡が廃止されてるかもしれない、何らかの理由で。その時に備えてこういうのしとこ。それでは行ってみよう。化粧水塗るとこも取る？それも見れへんの？え？それも見てよくない？わかんの？メイクじゃないのに化粧水も見たらあかんの、うん、前髪止めます。はい、お願いします。元からすっぴんなんでね、化粧水をねちょっと塗りますね。いいものとか、うん、え？うん、それ意味ある？そんなえ、知らん。鏡がないないな、うん、洗顔からの、はい、化粧水からの、はい、乳液からのメイク、うん、すごいやん。どうした？最近やってる。すごいやん。じゃあ早速取り掛かろうか。そうやな、はい、ありがとう、はい、まず下地、はい、化粧下地、鏡がないことが普通っていう感じでやっていこうかな。うん、どうしよう。戸惑いとかなしで。鏡がないんやから。そうそう、元からそうそう、この世界でいつもそう。いつもそうやね。そう、いつもそう塗っていく、うん、こうまず広げてね。ちょっとほっぺたが赤いから、うん、どうやってわかんのそれ？どういうこと？赤いって、うん、カメラで。カメラ、うん、鏡はないけど、ちょっと自撮りするときにちょっと赤いかなみたいな感じで、で広げていく、うん、私ちょっと赤いんですよね、うん、ほっぺたとかが、うん、そうだからこれは大事大事、うん、どうかな、うん、はいはい。かっこいい。いつも通り。で次ファンデーション、うん、塗っていきます、はい、ちょっとわからへんな。え、でもいつもやってんやろ？それで。いつもやってます。いつもそれが普通。普通どこに置いたかも分からへんな。ちょっといろいろちりばめて、うん、ちりばめて、ちりばめて、どんな感じかな今。いつも手探り？手探り。でもちょっと広がってる感じはする、ちゃんと。うんうんうん。どう？うん、いい感じ？いい感じ。ちょっと残どんな感じやろ。いけてんのかな。で次に眉毛描いていく、うん、眉毛やばない？眉毛やばない？やばいかな、うん、でもいつも通りなんやろ？いつも通りやけどちょっとやばい。ちょっと眉毛の位置まず確認。この辺かな、うん、すごいなんかもう目つぶって絵描いてるみたいな感じ。え、これいる？もうこれ。え、ちょっと目。いつも眉毛は苦手？眉毛苦手。ちょっと待って、上すぎた？分からへん分からへん。もういい、これで。もういいよ。だって分からへんから、ちょっとペンはあれ、ちょ、これでごまかす、とりあえず。ごまかす？ごまかす。いつもごまかしてるのじゃん。いつもごまかしてる。分からへん、形が、自分の眉毛の形が。どこ？見ずに、ちょっとこっち行きよってる気がする、まだって感じで、うん、いいかな、うん、次次。はい、お願いします。はい、涙袋にのせていく、うん、アイシャドウを。すごい、ブラシとか使うようになったん？そう、まあ、いつもやってるだけあるな。うん、もっと目ガンっていくんかなと思って。それ分かってへんよ、こんなところやったら。このアイホールにこれをね、うん、やっていく。うん、うん、え。何、うん、この目尻に赤のアイシャドウのせるのが好きやからのせる、うん、それどこ見てやってんの？いつも
ぼーっとしながら無心で遠くの方を見つめながら、遠くの方を見つめながらここにちょっとキラキラ乗せる、うん、やっぱりちょっとこの目周りはちょっともう位置が分かってるからちょっとやりやすい。アイライン引いていきます、うん、アイライン難しいな絶対これ、はい、ちょっとうん感覚に頼ってる時のみたいな研ぎ澄まされてる感じがめちゃもろかったチーク、うん、笑った時の、うん、笑った時のハイライト、うんうん、でちょっとなんかこれめっちゃキラキラやからちょっと落とす、うん、ビューラーちょっと怖いなえ、その顔に由来出そうっていうか、うん、マスカラの下地、うん、上に待っとくマスカラとリップで最後、うん、リップちょっと濃いリップにした間違えたかなこんな感じで、はい、フィニッシュ、フィニッシュこんな感じで、うん、こんな感じで、でちょっと もうちょっと下、もうちょっと下触って、で眉毛にして、ここ、これ皆さんこれがね、ここに一本線が入ってます。ここにマスカラがついてます。嘘、嘘やん。鏡、3、2、1、どうぞ。やば、ついてるやん。え、何これ眉毛。何これ。